民法は1905年に中国同盟会により発行された大型政治論談を中心とする機関観光物。論説、時事評論、論談、記事、翻訳等の項目が設けられ、ごときの内容は6万から7万字、150ページであり、同伴写真数枚が含まれ、一部広告も含まれていた。原則として月間であったが、途中の発行遅延や、 定官もあり、1910年2月の第26期で休館となった。民法と新民双方の論戦中での民法第3号号外民法の前身は花協会の機関紙であった20世紀のシナである。1905年8月26日の中国同盟会成立時に高校の提案を受けて20世紀シナが同盟会の機関紙となることが決定した。 8月27日、21世紀ナに日本政格の中国経営団が日本政府の取締りにあったため、同盟会は民法と解消して発行することとした。民法は1905年11月26日、日本東京で創刊され、孫文は観光に当たり初めて三民主,主義思想を提案している。1908年10月に第24期が発行されると、 日本政府により発禁処分となったが、王朝明により1910年に第25、26期が秘密出版されている。出版期間中、孫文の三民主義思想の宣伝を主体とし、革命派の民法と改革派、新民双方の間で、紙上での論戦が行われ、革命思想の宣伝に大きな役割を果たした。民法の編集は同盟会本部で行われたが、 発行人は日本での孫文の友人であった宮崎虎蔵で、その自宅を発行人住所とした。国内の連絡事務所は、第1期では6カ所であったが、第2期には15カ所に、第13期には28カ所に拡大された。ありがとうございます。